カキカレーですか？カキカレーですね。それこそ、今回のこの新曲の、はい。まあ、主題歌にもなっている、ルロニケンシンの主演の方ですね、佐藤健。はい。まあ、同い年ですごい仲いいんですけど、はい。で、彼がたまに家に遊びに来たりすると、まあ、ご飯作ったりする瞬間があるんですよ。で、その中でカレーを作った時に、彼がすげえこのカレーにハマりまして。おぉ。もともとカレー作りはしていた？カレーはすごい作ります、自分で。ええー。はい。こだわりはそんなになかったってことですか？基本的にルー使わないので、スパイスからちゃんとこう調合してやる感じです。なんでその日は牡蠣を入れたんですか？なんかね、たまたま冷凍の牡蠣がうちにあって、うん、で、なんか知り合いからその、冷凍の牡蠣はすごくこう味が濃縮されてて、牡蠣の味が逆に生よりも出るって聞いたので、うんうん、それちょっと使ってみようと思って、うん、で、最初に入れるのと後に入れるのと2パターンあるんですけど、はい、まあ、後に入れた方が美味しいなっていうことに気づき。あ、両方やってみてね。はい。ミルキーが。そうです。方が、後の方がミルキーだと。はい、ちなみに佐藤健さんは何かご飯作るんですか？あ、彼は何も作らないです、ね。食べる専門？はい。彼はずっと椅子で座ってます。